俳優の岡田将生28が13日、都内で行われた映画、伊藤くん後への公開記念舞台挨拶に登壇した、女優、木村彩乃30とのダブル主演作。岡田は演じた自意識過剰な痛い男伊藤を振り回される女性役の佐々木のぞみ29、志田未来24から酷評された。佐々木は伊藤くんと木村演じる矢崎梨央が思いをぶつけ合う場面がある。伊藤くんが最低すぎて木村さんにもっといけ負けるなという気になったとぶちまけた。岡田さんじゃない伊藤くん。岡田さんは低姿勢な方、礼儀正しいとフォローしたが、岡田は若干ダメージを受けた様子。そこへ志田が追い打ちをかけた。撮影中に伊藤くんからストーキングされる役、公演でどうなっても知らないからなって言われた時は心から気持ち悪いと、と回想。岡田が悪口言うあれじゃないとこぼすと、岡田さんじゃない伊藤くん。その時は伊藤くんにしか見えなくて、全速力で元で逃げましたと明かした。岡田はカットがかかっても軽蔑した目で見られてと当時を思い出していた。この日岡田は喉の不調で声が思うように出なかったが、熱演ゆえに伊藤をいじられ踏んだり蹴ったりだった。